おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。こちらは9月の17にいただいたコースですね。ヨッシーが珍獣化し、どういうこっちゃ、もう珍獣だろ。破壊光線を放つコースです。破壊光線を放つコース。2面使ってるので2つ珍獣作りました。2つ目が珍獣化ヨッシーで、もう2つ目の時にスタートった状態で上下を動かしていただくとさらに美しい破壊光線が見れます。とりあえずなぜか T ヨシが破壊要線を放つらしいですね。楽しみですね。じゃあ行きましょう。まずはドアに入って、はいはい、え、待ち時間かな。すごい T ヨテレサがめっちゃブルーライト。あ、そうか、スターがもう出ちゃうのか。うわ、めっちゃ重くなってきたな。オッケー、すごいブルーライト、ブルーライトが出てますよ。かっけえな。これ重ねてるんですよね、テレサをね、大量に。なるほどなるほど。からの、スターが出るからこれを取って上下に動かせ。おお、ほんとだ、 T ヨシからまるで破壊光線が出てるように。見えるね、見える見える。おー、すげえ。T ヨシから破壊光線が出てるぞ。おー、すごい。ちょっとずつ上に、上下に動かしていきましょうか。あ、道が開きましたよ。ほら、ゴールできるようになった。イエーイ。すっげえ重い。お疲れ。おお、あれ後ろにカメックがいるんですよね、多分ね。あれどうなってんだろうね。はい、続きましてはこちら、ちょっと2分、一番最初のコース音ちっちゃかったですよね、申し訳ない。さあ行きましょう。こちら8月の5日にいただいたコースですね。参ります。鬼畜ガチで本気で作ったコースだそうです。さあ参りましょう。難しいんだろうな、鬼畜って書いてあるもんな。お、タイムに余裕はあるのか。これあれですね、ファイヤーバーのタイミング的にノンストップで行かなきゃいけないやつでしょうね。やっぱそうだな。ああ、当たった当たった当たった。ハマるとそこそこいけるけど、あっぶねえ。いいね、いけたね、なんだかんだ2回目でいけちゃったよ。うわー、オッケー。うわわわわわ、オッケー、はい、おっぷれ。うわ、こうか。うわ、当たった。こうなってこうなってこうなって、壁キックか。オッケー、わかんねえ、右飛び、うわ、ま、なんか、あ、いけてる、いいんだ。オッケー、で、壁キックだね。うわ、行きすぎるとダメなのか。これはさ、ドアに入らずに右に行った方がいいんじゃないかな。まあ一応入っとくか。うわー、行きますよ。ほら届いた。じゃあ青ブロック乗っちゃって、氷乗って、ここ行って、これあれだな、ピ、ハテナブロックの中が多分クリボーとかでしょ。オッケーオッケー。うわ、マス降りでいいのか。オッケー、あの雲んとこだね。
あの雲のとこに着地すれば大丈夫。オッケー。音符だな。壁キックですね。さらにね、真下？オッケー、真下だ。隙間入り？オッケー。はい、あとちょい、はいはい、オッケー。下どうなってた？もう一回見よう。ちくわだね。了解。あぶねえ。バネ持ち壁キックだよね。しかもその2つ上のとこめっちゃ難しそうじゃない？うわ、その前にそこで死ぬのか。よっしゃ、行きましょう。よいしょ。オッケー。ん？バネをあのトゲの上に置いて、おう、うまく乗ったぞ。もう一個持っていけってことでいいのかな。壁、またバネ持ち、うわ、壁キックだね。これはクルーン入れずに行けばいいのか。ほっ、こうだ。わかんない。適当。オッケー。どういうことですか？これ死ぬかな。ギリギリ届くか。はっ、オッケー、耐えたね。あ、ゴールのあれ見えたじゃん。流れがわかんない。とりあえず P 持って、あ、違う、これ持っていって P 踏むのかな。まあとりあえず、はっ、うわ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 。いやー違うな。ワンワンを投げて、投げといてピー踏みに行けばいいのか。あぶねえ。ワンワンの鎖抜けとかいうプロいテクニック出しちゃった。これさ、届くのかな。違うのか。あ、これ P スイッチの流れ、もしかしてこれ P のさ、効果が続いてるうちに行かなきゃいけなかったんじゃないかな。ほら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 、行けた行けた。いや、逆だ。P スイッチが切れてから行かないといけなかったんだ。え、でもこれやり直し効きますやん。いいの？ミスってもこれやり直し効くじゃん、だって。ドア入れんのから。そうか、クリアできなかったんだな。鬼畜とは言いつつも辛かったんですね、きっとね。オッケー。一応確認しとく。おうおうおお、おうおうおお、何の土管から。お、なるほどね、ここに繋がってたのね。イエーイ、ゴール。え、ネットワークにエラーが発生しました。まさかクリアしたことになってないとかないよね。続きましてはこちら、一個前のコースなんですけど、あのハプニングったじゃないですか。多分あれクリアできてることになってませんね、残念ながら。多分無効になってます、クリアは。寂しすぎる。さあ行きましょう。10月になったね、ついにね。10月の2日にいただいたコースですね。うわぁ。そう、当時ね、これ流行ってたよね、重ね合わせる系が。とりあえずじゃあ土管から行こうか。半端ねえな。チカチカしてますね。すげえな。お、帯状になってる黒のせいで消えてるよね。何？すげえな。ゲソが重ねりすぎて帯みたいになってたんだ。パネー。何アップできるんだろう、これ。お疲れしたー。はい、続きましてはこちら。10月の3日にいただいたコースですね。10ゲームに注意。嫌な予感すんなあ。危ねえ。とりあえず乗っていきましょうか。あ、上行けますね。じゃあ上行きます。はい、抜けて、はいはい、急げ急げ。よいしょ、オッケー。危ねえ、下あった、あったあった。オッケーオッケー。昨日こうはもらえるんだね。
キノコをもらえるのはありがたいのかありがたくねえのか。隠しをとりあえず確認してない。右飛びをしてみれば全然大丈夫。おっと、まあドッスンの上に行ってみようと思うのが、ははあ、なんかこれゴール臭くね。あー、さすがにそんなに甘くねえか。帰ってきました。はは、入れないですね。あれ、そういうことか。これはあれだ、ジュニアが下に行っちゃダメなんだ。もう、ま、もうダメですねこれ。やっぱ壊してくれないよな。そうだよな。あ、壊すと、そういう壊し方できるんだジュニアって、知らなかったの。10月の3日にいただいたコースですね。30秒スピラン赤コイン集め。これはむずそうだな。おい、これやばそうだぞ。これ、死ぬの？オッケー、耐えた。うわ、怖っ。うわー、詰まった。これもうダメかな。いやー、違う。そっちか。あー、やべ。ちょっと。まずい。いやー、まずい。タイミングよく R 押さないとダメなんだ。スピンするタイミングがめちゃめちゃシビアで難しい。このコースは難しいぞ。 OK。 ほっ、よし、 OK。 右、オッケー、勝ったね。超時間余らしたぞ。オッケー。ダッシュ、スピン、ジャンプ、お化けもいないお化け屋敷。ダッシュ、スピン、ジャンプ。あれか、ぐるぐる回る方か。行くぜー。はい。ちげえ。ちげえ。こっちか、まずは。これで上に上がって、おっと、ミスター。上に上がって着地しておいて、ここで飛ぶ。飛ぶ。飛ばねえんかい。こういって、あ、結構難しいね、これ。こういって、こういって、うわー、中間。一回で反応していきたいな。ここで飛べ、飛べ、OK。飛べ、よいしょ。飛んで、あ、飛びなかった。こっからか。はい、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 オッケー。じゃあ最後にしましょう。完全に煽られてるだろう。このタイトルとこのミーだよ。完全に煽られてるだろう、これ。そういえばさ、昔結構昔の話になるんですけど、いつだったかな、2、3年くらい前かな。煽るっていう言葉、やべ、アップに今しなと思った。おっしゃるっていうね、言うの尊敬語を使ったときに、やべ、詰まった。言うの尊敬語を使ったときに、そのおっしゃるを読めなかったみたいで、煽ると勘違いした人がいたの。それを、そのね、間違いっていうか勘違いのせいですごい俺が非難されて、で俺は冷静に、これはなんでそんなに批判されてるか分かんなかったから、なんでそんなに風におっしゃるんですかってまた聞いたら、ふざけんじゃねえよっていう風に言われて、誰もお前のことなんか煽ってねえんだよって言われて、そこで俺はガテンが言ったんだよ。あ、なるほどと。で、その後俺は冷静に、いや、すいません、煽るじゃなくてこれおっしゃるですっていう風に普通に言ったら、その後返信来なかったよね、当然。当然返信は来ませんでした。ネットでのねあれだったんですけど、友達とかじゃなくて。いやー、あったな、そんなこともな。まあ、おっしゃるを煽るって読みたくなるのもなんとなくわかる気もするよね。仰げば尊しの仰ぐってさ、あれだったもんね、おっしゃるだもんね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、チャオー。